皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日の動画は首里城復興支援金についてのお知らせとなります。なかなか沖縄の方に寄付しに行けていなくてですね、大変申し訳ないです。現段階の今の状況をお話ししますと、3月は緊急事態宣言発令に伴いまして、見送っておりました。はい。で、解除されてどこら辺で行こうかなって考えていたんですけれども、またしても蔓延防止と重点措置ということで、現段階では4月中もですね、沖縄に行くことを見送っている状態です。現段階では5月の5日まで、その発令されているということなので、それが解除され次第、5月をめどにですね、沖縄の方に行きたいと考えております。やはり心配されて気にかけていただいている方もおられると思うので、現段階の状況をね、ちょっとお話ししたいなと思いまして、こういったお知らせのね、動画を撮っております。まん延防止の方が解除され次第、すぐに沖縄の方に私自身、行きまして、首里城復興支援金を寄付させていただきたいと考えております。実際に私が沖縄に行って、寄付する、そこまでがこの首里城復興支援のプロジェクトになりますので、もう少しですね、お待たせしてしまうんですけれども、このプロジェクトの方、温かく見守っていただけたらなと思っております。私が責任を持って、皆様の思いとこの首里城復興支援金を持って沖縄の方に行って、重要な任務をしっかりと果たしたいと思っております。振り込みとか入金とか送金とか、いろんな手段でも寄付はできるんですけれども、やはりこのプロジェクトっていうのは、私と視聴者の皆様が、一体となって、始めたプロジェクトで、私がもう最初からこのプロジェクトをするって決めた時から、もう最後は私自身が沖縄に行って、自分自身が足を運んで寄付をしたいという思いが、根本にありましたので、やっぱりね、この状況なんですけれども、そこはちょっと譲りたくない部分、譲れない部分になるので、状況を見て、行けるようになったら、自分自身足を運びたいなと思っておりますので、今しばらくですね、このプロジェクト温かく見守っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで本日はですね、首里城復興支援金についてのお知らせでした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。